おはようございます、えー、今日は今日中にやらなきゃいけない急ぎの仕事っていうのは特にないんですけれども、まあ、そういった、まあ、時間に余裕がある時こそ普段できないことをやってみようということで、まあ、工場の、ね、片付けっていうのはもちろんやるんですけれどもそうじゃなくてそれもやるんですけれどもあの前の動画でも言ってた車検場に持っていく工具の最適化の話があったんですけれどもそれを今日ちょっとやってみようかなと。でまあ、僕が 今まで車検ずっと行ってるんで、その経験上でこれ持ってった方がいいかなっていう工具を揃えていきます。ただ、これは僕の主観でもあるんで、もし、えー、皆さんもですね、何かご意見等ありましたら、なんかコメント等に書き込んでいただけると、えー、いいと思います。まあ、それはもちろん僕も勉強になりますし、あ、僕も、あ、そうか、そういうのもあってもいいのかなというのもありますし新、新たな発見ができるという意味で。でまた、この動画を見ている人も、多分皆さんの意見が 参考になると思いますので何かご意見ありましたら何かご意見ありましたらコメントの方へお願いしますそれじゃあ持っていく道具の確認をしたいと思いますまあ基本的に車検所に持っていく工具、まあ、そもそもね車検所で整備しなくて済むように準備に準備万端していくというのは当たり前なんですけれどもやっぱねどうしても避けられないというか 不良の事故があるんで、それはやっぱりね、その急切れ、急切れ、えーと、今の LED の球だとなかなか急切れっていうのは起こりにくいんですけれども、まあ昔ながらの、えー、球の場合は、車検所でいきなり切れるということもあります、そういった時のために、えー、各種12ボルトの球を揃えておく、これはいいですよね、これ12ボルトの球、セット。 うちはトラックもあるんで一応2 0ト2 4トもあります1 2ト用2 4トの電球セットこれはねいつも入ってますねで次一番使うのがうちはやっぱりそのプラスドライバー大きいやつこれねナンバープレートを外すときに使いますこれは まあ、DIY でする人はいらないかもしれないけども名義変更とか廃車手続きとか、まあ、いろんな時にナンバー外すときがあったら廃、まあ、車手続きはいらないかナンバーを付け替えるときはこれ、ね、仮ナンバーで走行車ともそうですよねこういった、えー、ナンバープレートを外す用のドライバーあと、まあ、この電球バルブを交換するための工具として プラスマイナスのドライバーとまあつまめるものかなと思ってこうプライヤー、ニッパー,えーラジオペンチこの3種まあつまめるものセット着るものセットみたいな感じであとはライトねもしかしたら何か向こうで作業するかもしれない何か点検することもあるかもしれないからライトを持っていく。 で、えー、と一応、ですねねこのねどのサイズのメガネレンチを持っていくかということで難しいんですよね。持っていくんだったら全部持っていきたいですけどもまあそこまですることないですよね。実際僕も車検何回も行ってますけれどもメガネレンチを使うような機械って記憶にないんですよね。なので一応10から14ぐらいまで持っていこうかなって感じですね。これ使った覚えないない えー、あとは、あれあれ、えー、スパナ、スパナとかね、ウエス、何気に使ったりするウエス、ウエス、こう手袋は作業するときに使いたいかなというときですね、向こうで何かちょちょっといじることがあったら、このウエス手袋、軍手とかね、それを使うから持っていくかなって感じですね。あと これですね、えー、とディーゼル車、ちょっと昔のディーゼル車だと、このアンチスモークで黒煙を抑える、こいつね、あの本当は車検いくまに入れていくと黒煙が抑えられていいんですけれども、これはもう本当にお守りみたいな感じです。お守りとして1本持っていくという感じですね。まあ、なかなか使わないですけどね、うん、現地で使ったことないですけども、なんか持っていくと安心するっていう。 ためだけ心理的なもんですでこのアンチスモークを入れるためのこのノズルねあとえー、ナあナンバーじゃねヘッドライトテスターの時にハイビームロービームの時にロービームが分かれてるやつありますよねそういった場合ロービームを隠すためのこの紙、うん、隠す紙この紙を押さえるテープ、まあ、マスキングテープの方がいいでしょうね あの剥がしやすいので剥がしやすいからマスキングテープがいいかなって感じですねえー、どうですか以上な何か足りないかな足りないかななんかこれ,ぐこれだけ持ってりゃとりあえずなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねやっぱり向こうで一番多いトラブルって結局急切れだと思うんですよ それ以外のことって基本的に向こう車検所で対応することが不可能な場合が多いんで何かヘッドライトが割れてるとかだったら論外ですからねそんなの部品取らないとできないんでそういった意味ではまあ急交換ぐらいかなでまあお守りとして工具を持っていくちなみにこの工具はえ普段はもう使ってない工具なんでまあ常に工具箱これね この交互箱に忍ばしておくというのはまあいいんですよ、別にね。いつでも車検時に持ち運べるようにしておくという感じですかね。今のところ、現時点で最適化としてはこれかな。えー、皆さん、どうでしょうか。<laughs> 何か足らねえよとか、これも、これいらなくねとかありますかね。あと、皆さん、どういったものを持っていくかなというのも、なんかコメント欄等で教えていただくと、僕も参考になります。はい、な感じで以上です。 はいえー、とこれはちょっとね、なんかガジェットネタになってしまうんですけれども、僕がまあよく見ている YouTuber さんのドリキンさんって方が、えー、と結構前にやっていた、この GoPro で Vlog を撮るとき、まあ、自撮りをするときのなんか最強シンプルシステムみたいな感じで、まあ、ただ単にスマホケースにこうやって GoPro くっつけただけなんですけれども、これ、これはいいですよね。 GoPro で、えー、自,分がその自分のえ画角を見れるここでスマ,ホスマホで画角を見ながらここで手で持って撮影できるっていうねもう今見えてますよね自分の顔がこれはかなり使えそううんいいかもしれない多分どっかで使うかもしれませんねはいえー、とここでですねちょっと告知というかお知らせがありまして えと名古屋のオートトレンド2020が 2>,、えー、2月の,、えー、の2223で開催されます。で僕がですね、えー、とーショボラボのお祭りに行った時にあのビツータイヤさんっていうところが、えー、そのお祭りの時にもいたんですけれどもそのブースにですね、えー、と呼ばれましたんで二十日曜日なんで23日か うん、23日に、えー、と名古屋の、えー、ポートメッの名古屋ですね、そちらの方に、えー、ちょっと僕、お邪魔させていただきますので、もしですね、あのー、この動画を見てる方で、オートトレンド行くよと、名古屋のですね、名古屋のオートトレンド行くよという方、いらっしゃらですね、僕、あの23日に会場にいますんで、あのー、よろしければ、えー、お声の方おかけくださいというお知らせです。また、まあ、メインで メインで言うかなうーん、ちょっとツイッターか何かで言うかもしれないんですけど、また改めて告知します。ちょっと、えっ、ー、と、まあ、サブチャンネルはサブチャンネルでこうやって動画で告知をさせていただきました。ということですね。まあ、うんと、会場で何するかって言っても、特に何するっていうのは別に僕もいまいち聞かされてないというか決まってないんで、まあまあまああのー、いますよということ,だことですね。はい。そういうことでよろしくお願いします。